今シーズンはもうなかった、ないと。50秒ぐらいギリは簡単。この車の設定は、47秒シミュレーション。47秒オーストラリアの事故でなったんじゃありません。駐車場で転んでしまいまして腕を折ってしまいました。今ねだからこれでちょっとこっちの進みが鈍ってるんですよ。ただいま夜の11時、スコーチレーシング電気がついてますね。ちょっと行ってみましょうか。それはあ、いたいた、いましたね。なんかやってますね。下側ぐらいから立ち上がる。俺がやるの？こんばんは。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 何でございましょう。誰ですか。マスクしててよくわからないですけど。深夜の僕ですか。僕ですか。アンダーステア鈴木でございます。アンダー。はい。もうね11時ですよ夜の。いやでも僕さっき仕事終わって来たばっかりでちょっと打ち合わせしてるけどスーツですから。全然。ちょっと打ち合わせしてるだけですか。仕事終わって仕事終わってこれから作業、はい、今日はね作業ないと思います。この週末にかけての打ち合わせですね。なるほど、ね、そう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 、この週末これをそうどうするかと、そうどうするかっていうまだいろいろ問題点がね山積みなんですね。はい、問題点、はい、今ちょっとパッと見、前来た時と全く変わってないんですけど、いやそうですけど、うん、やっぱね修理ってねそういうもんですよ。地道なんですよ。剥がすのもうガリガリです。車の損傷は、まあ、全損じゃないですけど、まあ、ほぼ意外とこう行ってないように見えて、まあ、外周はほぼ一回り当たってるので、まあ、ほぼ全損ですね。かなり地道です。だって1個の場所修理するのにやっぱね1日2日かかっちゃいますからね。そっちのセクションのどうなんか、どんぐらいかかったことかね。うん、だって相当、ね、半袖の時から修理し始まってるんで、今やっと修理終わったところぐらいですよ、このフロアは。
やっとこれ見てくださいこの継ぎはぎ。あ、本当だ。継ぎはぎ。なんか継ぎはぎ継ぎはぎ。なんか色とか目がちょっとね。いやそんなことないです。目バリバリ合ってますから。あ、目全部合わせましたよ。綺麗に合ってるわ。そうです。まだこっからさらに一発仕上げると、うん、多分完全分かんなくなります。大変なんですよ、そういうあれが。カーボンの修理大変なんですね。地道なんです。でまずこれ焼くところから始まらないといけないんで。ああ、その補修パーツを。御殿場です。御殿場通って。で、1日に行くって御殿場行きますよって言ったら断られちゃって。1日はちょっとやめようよみたいな。じゃあ2日から行きますって言って2日から行きましたよ。さすがに1日は断ったよって御殿場でなんか言ってました。いわゆる被害者の会っていうやつですね。まあそうですね、はい、元日ぐらいは休ませてくれと。まあでも実際休んでないと思いますけどね、はい。まあ、一応そういうネタ作りのために1日は休もうよって感じじゃないですか。こういうステーもいちいち曲がっちゃってるじゃないですか。ああ、はいはいはい、も作り直しとかだったり、うーん、なんだろうな、こういうちゃんとしてそうになってるのもここボルト全部抜けちゃってるんで、こういうのも修理しないといけなかったり、あと例えばこういうとこクラック入ってるの分かります？事故でも全部バーンってここも飛ばされちゃって、こういうのも削って一回修理してまた穴開け直してっていう感じで、ほんとちまちました。これもだから普通についてますけど、これ新しいフェンダーですからね。前は古いやつがくっついてたんですけど、はい、リアフェンダーとかこの辺また作って、いやもうぐちゃぐちゃですから、だからこの辺も全部作り直してるんですよね。あ、ウィニングの材料をここまで今焼いてこの組み立てとか、トランクも新しいのもできてるんですよ、こうやって。あ、はい、なるほど。あ、そういう進んでますよね。進んでるね。見た目が変わってないでちょっと悲しいですよね。一応物はできてきてるんだ、徐々に。物はできてきてます。へえ、まだまだですけど、フレームは9割型ここは直りましたね、うん、フロントのフレームちょっとサブフレームがちょっといっちゃってるんで、それどうやってるのかなんですけど、であとはあのクラッシュする前に数ラップしか走れなかったんですけど、そのちょっとの感触でリアのちょっと足回りとかもちょっと新しいのにしようかな。でちょっとロールセンター変えるためにちょっと設計し直してたりとか、だからここでやってないんですけど、キャドやってる人と一緒にこここういうふうにしてああいうふうにしてって言いながら新しいその足回りを、設計して、じゃあそれ作ろうかっていうところもやってるし、あと空力に関してももっとやりたいんで、それのベースデータ作りとかね、そういうこともやってるし、だから短い時間なんですけど、ここにいないことも多いんですよね。あっちこっち行って、だからこの車のことやってるんだけどここにいないみたいな時もありますし、御殿場なんか行ってるともうずっとこっちにいないで、ずっと御殿場ですしね、そんな感じでね。いや一応やることはやってるんですよ。早く走りたいので、はい、しかしこの様子だと、うん、完成っていうのは、なんとなくいつ頃な感じなんでしょうか。夏ですかね。2021夏だと。でもやばいか、そうするとね、そのペースだとちょっとまずいですね。もうちょっと早く6月ぐらいね。6月もついですかね。いやーまずいですね。だからこのペースじゃダメなんです。
仕事も落ち着いてないとこっちに集中できないっていうのもあるし、ちょっと悩みの種ですね。仕事もね今忙しいんですよね。そう、忙しいですね。そうですか。今シーズン、はい、まあ、夏頃にできたとして、はい、WTAC に行くとか、そういう、まあ、ちょっとコロナのね、影響とかもあってわからないですけど、わかんないんですよね。いや、もちろんそれは行く予定で段取り組まないとダメだなと思ってるんですけど、今夏頃かなって感覚的に言ったんですけど、夏じゃテストもできないなと思って、もうちょっと早めに作んないと。相当テストが必要だと思いますこの車は、うん、足回りのセットアップがね、もう本当1センチ単位で調整してるぐらいのレベルなんで、まだそれがそのうちミリ単位になって、ミリ単位ですよミリ単位いや決まってくればやっぱミリ単位になりますよね。決まるまでもうざっくりです。まあ今1月の、はい、22日なんですけども、はいはい、他の皆さんはですね、はい、いよいよシーズンインと、はい、いうことで、これからのアタックシーズンになるかと思うんですけど、アンダーの2021冬、はい、これどういうシーズンになりそうですか？もう終わってますね。終わってる。終わりですもう。シーズンオフでございます。いやもう本当今シーズンはもうなかったことにって思ってます。そう、もうひたすら修理と。そうですね、もう筑波見に行ったりとかそういうこともなく、まあ大体日曜日にやるじゃないですかイベントが、うん、だからそれ行くのも見たいけどね、やっぱこっち進めた方がいいかなみたいなところはありますよね。じゃないと夏もおぼつかないですからね。はい、そうですそうです。もうだから今シーズンはなかったことにね、今シーズン冬のつくばってそんな年ありましたっけっていうことにしましょう。この車直って走らせた時に、はい、つくばいよいよ50秒切って、あのね50秒切りは、まあ、出してない俺が言うのもなんですけど50秒以外切りは簡単。簡単なの？簡単、前の車でも多分いける。ほう、出してないんですけど出してないから出してないそういう言う権利ないんですけどただだ僕のこの車の設定は、うん、47秒シミュレーション。47秒、ただ いきなり47秒とか絶対無理なんで、そこはやっぱ煮詰めてって、僕の理想形になれば47秒は出ると思います。あ、そうなの、はい、そのぐらいのポテンシャルを持ってるはずです。まあ、いや本当はね前の車で49秒入れたかったっていうのもある。そうするとそれはそれでイエーイって感じになるんで、ただそれを諦めてまであのこっちをねやりたかったっていうのはありますよね。なぜなら47秒設定なんで。いやそれはでも冗談じゃなくて、まあちょっと意外と本気ですけどね。47秒ってどれぐらいなのか未知の領域ですけど、うん、前の車で49秒入る可能性があったらこれ47、8は絶対いくじゃないですかっていう単純な計算ですけどね。でも47は入れたいですよね。はい、ということは、2022冬、そうですね、47秒冬はないですからね。2022冬、はい、だからそこまでにはもう成熟させておきたいですよね。でもねかなりのあのテスト項目は多分あると思います。相当やんないと、うん、
やっぱ前の車をやっぱ相当やってきてたんで、それなりには走れてましたけど、また一からなんで、やっぱ朝からテストに行きたいですね。本当に。だテストをすればするほどこの車は多分どんどん速くなっていくと思うんで。ただそんなまあ時間も限られているので、そこはこう今までこう培った経験もあるので、なるべく早くこう進化できるようには、はい、47秒もし出ちゃったら、はい、その先のアンダーっていうのはどういうビジョンなのか。46を目指すその先目指すんだやっぱり。いや、そりゃそうですよ。いや、多分限界って絶対ないんですよ。だって49秒ってだって数年前じゃ絶対にこう見えてこない数字だったけど、みんながこうずっとやってきてるから49とかがね見えてきてるわけなんで、だから物もどんどん良くなってくるし、いろんなね新しい素材が開発されたりとか、そういうのもいろいろあるんでしょうから、だからタイヤもどんどん良くなっていくし、そう考えるともっとちっちゃいエンジンでもっと大きな馬力が出るとかっていう風になってくると思うんですよ。でここ数年でやっぱそういう風になってきてるんで、そうなるともうタイムはもうどん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 上がっていくと思うんで、47が出たら46、46が出たら45っていう感じで、多分死ぬまで続けるような気がしますこんな感じで修理を本当少しずつ進めてますので、もう少しお待ちいただいて、ここの車が復活した際は、面白いタイム、いい魅力的な走りができるように、頑張ってますので、もうしばらくお時間ください。よろしくお願いします。ビデオオプションチャンネルご覧の皆様、ぜひこちらの登録お願いします。グー。